はい。今回はメールマガジン、メールマガの継続発行の仕組みについて見ていきます。まあ、メールマガジンというと、多くの方が、まあ、スモールビジネスの方であれば発行している方多いですよね。まあ、大手企業もね、メールマガジン自体の仕組みを持って発行している方多いわけですけども、どれだけねこう重要なツールなのかっていうのはね、もう周りの方が やってるのでわかると思うんですけれども、顧客とのメインとしては接触頻度を保つためにやるのがこのメールマガジンなんですね。こちらの攻略法について見ていきます。でまずね、メールマガジンはまあ大切なのは知っているけどって方多いわけですよね。でも何かこうね続けようと思った時にメールマガジンなかなかねまあ思い越しが上がらないわけです。でなんでかというとメールマガジンね書き続けるネタ自体がそんなないよと。 いうことですよ、ね、あと文章力も乏しくねとても発信なんてね自分のできたもんじゃないよこういう方が多いわけです、ね、安心してくださいということでネタっていうのは無限に生み出せるんですねこのコツなんかもお伝えしていければと思うんですけどもまず前提としてネタっていうのは切れないよということですで文章力がないっていこともね心配される方多いんですけども 実はその優れた文章力とかも,うものすごいことを書くとかいうよりも読みやすいかなんですよね読んでいて負担なく読めるかとか例えばね人柄がこう伝わっているかそっちの方がはるかにね大切なので優れた文章力っていうねこの固定観念は捨てていただければなと思いますこの講座ではこれだけやればいいというねメールマガジンに関する最低限の攻略をお伝えします是非今日からメールマガジンの発行を始めてみて お客様とのね、既存客とか見込み客の方と接触頻度を高めてぜひね、商売の発展に貢献できればと思います。